再び世界を取るかフランシスコ・フリオ、それともここ2年実力アップ著しいステファン・デコか、一撃か、それとも稲妻か。ベスト8同士の対決といってもいいぐらい本当です、ね、豪華カードですから、この開幕戦を実現しました。さあ、ではデコが行きます。稲妻のごとく前へ前へ出ていきたいというステファン・ブリッツ・レコ、今日は稲妻が1本真ん中に走っています。レコは確実に成長しますからね。本当ですね、長嶋さん、このレコの成長というのは著しいですね。そうですね、今日も特にね、あのフィリオ選手が受けてなので、はい、どんどん自分から積極的に攻撃してますよね。そうですね、非常に噛み合う面白い試合になるんじゃないですか。レコのスピードをどう捉えるか。いいボディですね。フィリオの右のボディが見えました。フィリオも今日は手数多いですよ、はい、特にあの前足のローキックがいいですね、はい。まあ、フィリオはもうレコが当然前に出てくるから、もう自分は待ってるだけじゃダメなんだと、はい、この戦いはもう自分から行かなきゃダメな試合なんだというふうにフィリオ話していました。フィリオ選手はその後ろはそうですからね、潜在能力がすごいですから。さあ、自分から行くことができるかフランシスコ・フィリオです。特にですね、あの、グランプリトーナメントルールっていうのはですね、3ラウンドしかないですから、フィリオ選手見てたら、まあ、あの手数でポイント取られちゃいますからね、はい、ブラジリアン左です。今までね、ずっとフィリオ選手の試合見てて、あんまりそのフィリオ選手の潜在能力を引き出した選手ってあんま見当たらないんですよ。そうですね、この今のね、まだ開始何秒何十秒かですけど、レコ選手が引き出す可能性十分ありますね。そうですね、藤原さん、フィリオの刺激見たいですね。やっぱり見たいですよ、みんな期待してるじゃないですか、はい。さあ、ステファン・レコが立ちはだかります。谷川さん、しかしこのレコは自分のリズムで戦ってますね。そうですね、だけどフィリオ選手も落ち着いてますよ。そうですか。なんかあの自分の背負ったものっていうのを今日取っ払ってですね、まあ、フランシスコ・フィリオ個人として、まあ、あのもうどんどんやろうっていう感じが僕は見えますけど、ね、なるほどね、その辺非常に感じますね、はい。一人のフランシスコ・フィリオ、今自分一人として今リングに立ってる、そんな感じがしますよね、はい。まあ、そうあってほしいですけどね、はい、あんまり極真世界王者とか背負いすぎてね、萎縮してもしょうがないと思います。そうですね、そういう意味では中島さん、 K-1 のチャンピオンになる可能性というのが広がってきましたね、はい。そうですね、フィリオ選手のすごいところは、あの下がりながらも攻撃ができて、その攻撃もね、あの非常に体重が乗った攻撃ができるというところですね、ロングオン、バックベイのキックですね。さあ、これは試合が止まります。まだ、だけど試合噛み合ってますね、実際に噛み合ってますね、そうですね、ステファン・デコですね、右のローキックと右のパンチが強いじゃないですか、特に右のストレートの中に拳をカチッと当てるらしいんですよね。あの相手選手は本当に痛いって言いますね、ロードのパンチを普通、ね、オープンブローとかですね、拳じゃない、拳をせっかく当てるってなかなか難しいんですよ。レコはこっちとってるんじゃないですか。レコはこの右ストレートです。右のロー左を返します。フィリオです。これはちょっと見てますけど、効いてますよね、バーチちょっと効いてきましたね、バーチハンドローです。左足は効いてますね。そうですね、フィリオの内股は強烈ですよね、はい。さあ、これでグラッグ決まった。ステファン・レコ残り10秒です。レコもしかし返します。この試合に噛み合っている面白い試合になりそうです。レコは効いていないというアクションをしましたが、しかし確実に捉えています。効いてると思いますが、僕は足は効いてると思います。そうですね、はい。フィリオ選手はね、はい、あの一撃テンポはあるんですけど、たたき出すのがいいと思うんですよね。なるほど、そしてレコの方にしても右のストレートが一発見えました。お互い通りの一戦になりました。さあ、第2ラウンドに入ります。第2ラウンドです。フィリオとレコ、もう左足の内側が真っ赤ですからね。本当ですね、佐野さん、はい、非常にね、表情柔らかいですね。そうですか、やっぱりレコの方が上手いと思いますけど、そうですか、そうですか、
ね、あそうですか、やっぱり内側が、はい、内側の走り、非常に動きがいいと、そうですね、ビデオが少し判断とこれ狙っているんでしょうか。しかしまっすぐレコはストレートを打ってきます。ライトウィッチ稲妻が走るか、それとも一連か、早いですよね、レコのがスピードに乗ってきましたね。ボディーを打ってきました。出ましたこれ。あえてコンビネーション使ってきます。フィリオです。フィリオは一撃というのは狙っているものではない、試合の流れの中で結果として起こるものだと話しているということは、コンビネーションを使っていきたいということになるわけですが、さあフィリオ右を使いました。本当にこのレコはね、左の内股効いています。練習したらドルドルに勝ったんですね。そうですね、ステファンブリッツ、レコは今年に入って3戦3勝、カムラーしかしレコが前に出ます。右のローキックステファンレコ、このランドレコ選手ですね。どうですか長嶋さん、流れは互角ですかね。今のところ互角ですね。それでもね、フィリオ選手はもう空手やってる時からもうカウンターがすごく得意なんで、カウンターで一発っていうのもありえますし、フィリオ選手も動きが止まらなければ、倒せますけど、まだ元手前だと思います。本当ですね、レコも休みません。右、グーを引き出したら、一発を決めています。そして、左のローキング。ではレコの左の内股。左の内股が止まっている、セファンレコです。ただ本当にあのレコのパンチがいいですからね、そうですね、終わらないですよ。さあ残りが30秒になります。第2ラウンドです。極真魂、それともゴールデングローリージムで培った魂か。レコの右2発、レコの右が2発入っています。アッパー、このアッパーも強烈です。はい、ステファンレコ休まない、ステファンレコ、そして返していきます。フィリオです。残り時間がない第2ラウンドです。左です、ステファンレコ、右のストレート、そしてリング、はい、ちょっとローブ、ビデオが下がりました。来ました、今来ました。さあ今のハイキックが効いたか、ステファンブリッツレコ3ラウンドでリベンジなるか。パンチですね、やっぱりちょっと効いた。いやちょっと最後20秒ぐらいスタミナ直しましたね、さあ第2ラウンドが終了しています。ステファン・ブリッツ・レコが、谷川さん、これ最後、パンチそしてハイキックですが、効きましたかね。このパンチですか、ね、なるほど、このパンチはずっと、そしてこれ途中ですね、途中が返しました。これは第2ラウンド途中の攻撃です、はい、このパンチ途中ですね。このパンチも効いてますね、でもね、この後ちょっとビデオ選手の動きがね、ちょっとゆっくりになっちゃいましたね。これ組みに行くっていうのはやっぱり効いてる証拠だと思うんで。なるほどね。しかしレコの左の内側の腿赤く染まっています。どちらもダメージを受けています。さあどちらの魂が上回るか、どちらが東京ドームに進むか。ファイナルラウンドが始まっています。第3ラウンド、これは本当に僅差の差ですね。そうですね、まだ分からないですね。さあレコ、レコが行く、やはりフィリオ第2ラウンド終盤の攻撃を効いているでしょうか。フィリオが後ろに下がりました。もうレコの勢いがすごいです。レコの勢いがすごい、フィリオがちょっとついていけないですね、はい、スピードが速いんですよ、藤原さんどう見てますか。いやもう一瞬の隙を見逃さないレコ選手のダッシュってすごいですね。そうですね、明らかに実力がアップしてきましたステファン・ブリッツレコ。さあ K1 の頂を見つめながら7年が経っているステファン・ブリッツレコ、まだ蹴ってますからね、気持ちが強いですよね。ちょっとヒル選手スタンドがね、そうですね、動きが止まりました。止まりましたね、ヒリオ動きが止まっています。この辺でね、この辺から苦しいと思うんですけど、バッターところ、そして2発当たった。あーちょっと意識が遠のいているか、フランシスコ・ヒリオ。さあ極真魂を見せる時です。ヒリオの魂、準優勝は1回あります。しかし優勝はありません。ヒリオ、ヒル選手このラウンドは独身で世界を制したフランシスコ・ピリオが、さあ K1 の頂点ももう一度夢を見ている。しかし動きが止まっているピリオです。スタミナはね、レコの上ですね、ステファンレコ前に出ます。